はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、こちらもリクエスト動画にはなるんですけども、よく考えてみたらこの評価はまだしてないと思ってやってみました。私が持っている靴の紹介でございます。靴ね、私あんまり興味がないというか、あんまりこだわりがなくて同じようなのばっかり持っているんですけど、パンプスとかがまあ多いっちゃ多いんですよね。あとブーツ的なものてか、ブーツか、うん、的なものが多くて、あとスニーカーですね、うん、なんですけども、備え付けのあの靴箱があるんですけど、その中に入ってるのと、あとその靴箱の上にラックを、ダイソーのものを使ってラックを作った動画がまあ過去に上がっていて、そのやつでも作ったラックが上に置いてあって、そこにまあ靴が何足か置いてあってって感じなんですよね。すごい身近なっていうか、ここら辺出かけるだけ、ゴミ出し行くだけのとか、まあいろいろ持ってるんですけど、まあ、似たようなものがあるんで、あんま面白くはきっとないですが、興味ある方はね、ぜひ見てってほしいと思います。それではスタート。はい、そういったわけでですね、今回靴の紹介ということでですね、あの今ねこれをね撮影する前に靴をね履いてみたんですよ。そしたら履けなくなってるものというか、元からきつかったのかもしれないやつをちょっと処分をしたので、まあ、そんなに靴の数は多くじゃないと思いますが、紹介していきます。この一番上のやつ、これは H&M の靴です。これ結構ね、履きやすかった。うん。こちらは、どこのだか忘れちゃったんだけども、はい、こういうブーツを持っております。そしてここはね、パンプスゾーンです。この赤のやつは1000円で買ったんですけど、まだ履いてはいません。こんな感じで、感じで足が痛くならないというやつを貼っておりますが、赤です、赤。私が珍しく赤でございます。そしてですね、こちら。これは履けますね。はい、これはこんな感じのパンプスでございます。私あんまりね、こう、パンプスは苦手なんですけど、見ると欲しくなっちゃうとか、いうか、挑戦したくはなるんですけど、まあまだヒールが低いので、履けるかなって感じはします。そしてね、この中なんですけど、まあ備え付けになっております。なので、ここの家のね、靴箱ではあるんですけど、ちょっとね、古いからさ、あんま綺麗じゃないな、ご了承くださいませ。はい、こんな感じで全体入っております。そして上からなんですけど、これもまたブーツなんですよ。はい、これは結構履いてます。また冬になったら履こうかな。そしてこういうね、ファーがついた、まあ、靴なんですけど、まあ、これも冬に履くタイプなんですが、あんまり履いてないかな。で、これもね、まあ、これも、ブーツでございます。これも履きやすかった気がする。あんまりさ、履かないのって忘れちゃうよね。で、これは、革靴なんだけど、私のではありません。あの、元旦那さんが、何回か履いた靴を置いてったので、これをね、私が例えば面接、すごいしてた頃とか、時に、スーツの時に、まあ、男性もんなんだけど、ヒールで行くと疲れちゃうし、黒を持ってなかったので、もうこれで行ってました。本当はいけないかもしれないんだけど。はい、そしてね、こちら。これはね、こうやってなってて、まあ、こう、履き潰せるタイプの靴です。これね、ほんと、サンダルっぽくできるっていうのかな。まあ、できるし、靴としても履けるみたいな感じの靴でございます。これ履きやすかった。そしてこれはね、いつも履いてる、冬に最近履いてた靴です。これもね、こういう風に、ファーっていうかね、モコモコしてるんですが、あんまあったかいとかよくわかんなかったんですけど、デザインがね、かわいいから。これは開きの靴です。はい、こちらまだあまり履いてないんですけども、24.5 です。これもね、ちょっと一回履いたら履きやすかった。これも靴。でも古いな。履けんのかな、これ。
パンプス。ちょっと履いてみようかな、今。あ、履ける。履けるんだけど、ヒール高くて怖っ。あ、怖っ。ほら、こういう風に履けるの。でもね、ヒール高っ。ちょっとこれで歩く自信はないわ、私は。何これ何センチなんだろう。こんなにある。うわ、5センチぐらいかな。怖い。またムートン。どんだけブーツ持ってんの私。はい、そしてね、またブーツなんだけども。これは、普通の、ちょっと前に出てきた、この一番上の、入ってるファーのものになります。どんだけこういう靴が好きなんだろう。はい、最後かな。こん中の。はい、こんな感じで。春に履けそうな靴でございます。これ結構歩きやすい。そして残りの、ここに出してあるものです。これ生配信で、新しく買ったって言った、サンダルと、これはゴミを捨てに行くときに履いているものになります。まあちょっと持ってる方かな。どうなんだろう。本当はさ、履くやつをここにね、出せばいいのにね。なんかわからない。置き方は特に決まってないです。はい、こんな感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。足のサイズがね、広いんですよね。で、足自体は 24.5 なんですけど、そのワイズによって、24.5 でも、ワイズが広ければ履けるし、狭いものは25とか、まあ、25.5 じゃパカパカ、25もパカパカしちゃうんですけど、この足のサイズに合わせて買ってるので、サイズが結構バラバラなものがもしかしたら多かったんですけど、明らかにこれ幅狭いだろうって、感じのやつはやっぱ履けないので、そういう時はちょっとサイズアップして履きたいものは履いてる感じでございます。で、ワイズが広ければ広いほどいいので、そういう靴を探すとなかなかね、こうないんですけど、でも、パンプス履けるものは、うん、それは私に足に合うものなんですけどね。なかなか靴選びも大変なんですけど、探したもの、これ可愛いなってものが今ある靴、のものでございます。だいたい冬は、うん、ブーツが昔はよく履いてたのでブーツが多いんですけど、今はまあ自粛であまり行かないですが、まあ出るときはもう季節的にサンダルなので、この間ね生配信でも紹介したね靴を履くようにするんですけど、まあそんな感じでパンプスもねちょっと薄い靴下を履いて。出るのも夏でもいいかなとも思っております。とにかく足を、の筋肉をつけたかったりとかさ、足ほらあんま動かしてないじゃん、まあ、出れないから。なのでそういう意味も込めて、ちょっとパンプスをまた吐き出すのもいいかなとも思っております。最後まで見てくれた方ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。キーチャンネル、キーチャンルームのチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄の方にね、すべての私のやってる SNS や連絡先等が書いてありますので、よかったら下のね、概要欄見てください。YouTube 生配信は第2、第4土曜日月2回やらせていただいておりますので、公式 LINE 投稿コミュニティの方でお知らせをしてからやりますので、お時間ある方コメントしに遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。